どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さいウクレレでいろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、インスタグラムで星野源さんがほろっとアップロードして今話題になっている曲やりたいと思います。うちで踊ろう、まさにステイアットホーム、今ね自宅待機しといてくださいということで、星野源さんのパワーあふれる一曲、短いですけどね。今日はね3バージョンやります。超初心者バージョンと、かっこいいバージョンと超かっこいいバージョン、3つやります。ウクレレで音楽始めたい方、とにかくここのリンク先から始めてください。もう音楽経験ゼロの楽器触ったこともない方もどんどんできるようなプログラムになっております。このガズレレ YouTube チャンネルでも1100曲以上の簡単レッスン動画があります。どんどんやりましょう。今日はですね、どんどん解説を挟んでいくんですけど、まずは最初は超シンプル簡単バージョンいきなり演奏して、その後解説をしながら、かっこいいバージョンとさらにかっこいいバージョンと続けていきます。それではうちで踊ろう星野源さん超絶簡単バージョンやってみます。たまに重なり合うような僕ら、扉閉じれば明日が生まれるなら遊ぼう一緒に。 1,2,3 うちで踊ろう、一人踊ろう、変わらぬことを始ませるよ。星野源さんのうちで踊ろう、はい、ステイアットホームということで家でどんどんやりましょう。今のは超絶簡単バージョンですからね、ウクレレ初心者コードでできるようなバージョンでございました。テロップと一緒にできた方、動画でと一緒にできた方、やっぱり書いてくださいね。ノートに書いてそれを見ながら自分だけで演奏してみるのをおすすめするために、私のちょっとノートを写すんですけど、今日ちょっとねいつものことなんですけど、この下にくるっと囲ってるやつがこれかっこいいバージョンなんですけど、これね見てわかるでしょ、かっこいいバージョンも超絶難しいっていうかなんですよ。で、今のシンプル簡単バージョンは上の段を4つ弾きでやったということでございます。で、ちょっと一時停止しながらなんで、これ今日はね、もしかしたら動画のテロップを一時停止して書いてもらった方が早いかもしれない。やっぱり書いて、それを見ながら自分だけでやってみるのをお勧めしますね。で、ここ最初始まって、こう感想がちょっと入るんですよね。はい。それで、ここから応酬です。ここ結構案外ね、曲調は言ったりだけど、言葉がどんどん出てきて早いんですよ。で、これね、ちょっと見づらくて申し訳ないんですけど、下にくるっと囲ってるさ、後半かっこいいバージョンでどんどんコードが変わっていくということで、表現してるんですけど、この矢印マーク、これシンコペーションなんですけど、後でね、解説しますけど、今やったバージョンはこの上の段よ。これ隠しちゃうと超簡単だからね。動画のテロップを見て書いてもらった方がいいかもしれません。これ、ちょっとこれ映しとくんで、一時停止でお願いします。あとこういうところ、たー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 とか、これ後半、キメが入っていきます。はい。どうだ？どうかな？見えるかな？ちょっとね、ひらがなで書くのは結構ポイントでしてですね、言葉のタイミングがわかるかなということで。はい。まあちょっと見づらいなって方は動画のテロップを見てやってみてください。これから後半のかっこいいバージョンと超かっこいいバージョンもテロップ出しますからね。じゃあ出てくるコードを解説します。これですね。C と F と Am7C7E7Em7 と、このね、コードでやったんです、今。これコード1,2,3,4,5、6個でしょ ?6 個コード6個でアレンジしました。このね、6個のコードはですね、ガズレレではおなじみなんですけど、これ入門コードのグループ、ドン！ガズレレ必須コードというね、コードのグループなんです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレ始めて、どうしようかな、何もわかんないっていう方が、まずコードっていうのを覚えなきゃいけません。こういうやつ。これ、
これね、音の要素なんですけど、これがね、本当にでも数え切れないぐらい本当あるんですよ。うわ、どうしようと思うんですけど、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利で役に立ってもう力になってくれるコードのグループがあります。それをカズレレ必須コードと、勝手に私が名付けてるんですけど、10個ぐらいのコードのグループがあるんですよ。10個もあんのって思うかもしれませんけどね、1個ずつ見たらこれもね、1個のコードだし、これも1個のコード、これも1個、こんな感じで簡単なの、1個ずつ見たら。だけど 10個いっぺんにガッと頭に覚えようと思うと、ちょっとね、頭の整理しないといけなくて。それで私がめちゃくちゃわかりやすい解説動画撮ってます。ガズレレ必須コード、ここのリンク先でマスターしてください。ここを見るだけで、スイスイ頭に覚えられます。これね、コードを覚えるのコツがあって、親戚とかね、長男坊とか、そうやって覚えるのがいいんですよね。その独自のロジックで覚えちゃってください。そのうちの今日6個ですんで、これ初心者コードです。ゆっくり、やるとできます。では、ここから、どんどんかっこいいバージョン。今日はね、3バージョンもやりますからね、盛り上げていきましょう。コードなんですけど、ちょっとね、ここにも書いたんですけど、面白いコードを使っていこうと思います。これ見てください。ここちょっと、感想が入るんですけど、ここでね、Em7 なんですけど、ここ、伸ばして書いてあって、ここ見て、1弦の5フレットって書いてある。矢印が書いてある。これ、このコード、これを弾いてみたいなと思うんですよね。ちょっとコードネームがわかんないんですけど、Em7 で1弦が5フレットっていう考えだといいと思います。Em7 っていうのはこことここを押さえるからこうやって押さえるんですけど、1弦5フレットとここですよね。だからこことここの2箇所、こんな風。いい響き。ここちょっとやってみると。はい。この Em7 の1弦5。これ響きがいいんで、これをちょっとやってみようと思います。そして、ね、かっこいいバージョンね、このコードで Gm7 です。Gm7。Gm7。はい。どうやって押さえるか。押さえる場所いきます。ここと、こことここの3箇所。こうやってキュッとこうしならせて、こうよ。このぐらいギュッとこうね、2ついっぺんに押さえるわけですから。はい。これがおすすめです。Gm7。このコードが出てきますと。そしてね、今日一番これが大変っていうのがあって、このマーク。シンコペーションマークといって。これね、リズムがね、前にスコーンと食い込んでくるっていうやつなんですよ。ここ見て。ここ F と E7 の間、こうあるでしょ？ここの辺はまだいいとして、ここ見てください。ここ F と E7、E7 から Am、Am6、全部矢印入ってるでしょ？これ、応酬ですからね。これをかっこいいバージョンでやろうと思います。まずちょっとここで、シンコペーションでどういうことか練習してみましょう。これ。はい、テロップ出します。はいはいはい。ちょっとやってみますね。そうだ。その前に順番がちょっと間違えちゃったな。シンコペーションの前にリズムでした。リズムはですね、ドン、8ビートのチャというリズムやります。こんな感じ。こういうリズムでやろうと思います。このリズムの中で、シンコペーションを入れるんですけど、まずそうだ、このリズムの弾き方と、あとね、もう今のうちに言っちゃおうか。この後、かっこいいバージョンの後のやる、超かっこいいバージョンっていうのは、ボサノバビートっていうのをやります。ボサノバビートっていうのはね、こんなやつがあるんですよ。はい、これ後でまたやるんで、ちょっとどっちにしても同じリズムのところなんで、この8ビートのチャとボサノバビート。はい。8ビートのチャをこれからやるかっこいいバージョン。ボサノバビートはこの後の後やる。超かっこいいバージョンの弾き方。このリンク先で見てください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャとボサノバビート。動画でどんどん得得してほしいんですけど、まずね、8ビートのチャっていうのは、基本的に8ビートという基本のリズムができた上で、やるビートですんで、全然右手のストローク分かんない方は、8ビートというリズムからやってみてください。で、ちなみにこのボサノバビートっていうのはもう超絶、悶絶レベルの難しさですからね、これね。これ、動画でちょっとね、一旦を垣間見ながらちょっとやってみてください。で、話は戻って、8ビートのチャで、このシンコペーションマーク、さっき出てきたこのマークね、これをやってみようと思います。まあ、最初の、出だしのところのこのコード表を出しておくんでね、ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、8ビートのチャでありますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。たまに重なり合うような、ここは普通でしょ。僕ら、はい、わかった。こう、アップで変わる。もう一回。たまに重なり、アップできたでしょ。じゃんじゃかじゃじゃずだーん。これがシンコペーション。これシンコペーションじゃないときは、じゃんじゃかじゃかじゃん、じゃんじゃかじゃじゃだったでしょ。だけど、じゃんじゃかじゃじゃずだーんだじゃかじゃ。こんな風に前にリズムがスコーンと入ってくるのシンコペーション。この矢印マーク。じゃあ、応酬のところやってみましょう。途中の感想から、あとね、いきますよ。これがね、結構ついてくるの大変だと思う。テロップ出しておきますから。1、2、3、4。うちで踊ろう。踊ろう。
感じ。もう次々次前に来るんで、リズムがあれれれって頭が分かんなくなっちゃうってやつで、リズムをしっかり4つで感じてやらないとダメです。もう一回やってみよう。ワン、ツー、スリー、フォー。うちで踊ろう。一人踊ろう。ダンダッツ、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 ダンダッツ。どんどんどん前に食い込んでくるシンコペーション、もう山盛りの応酬ですから。波状攻撃のようにだん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 押し寄せてくるんで、ここがね、リズムを見失うように気をつけていきましょう。はい。ここが結構ポイントで、体をゆったりして、これ早くなりがちなんでね、リズムが。ゆったり落ち着けて。どっしりした感じでやってみると。だってこれ、この曲ほら、うちで踊ろう。うちで、stay at home って曲ですからね。こう家でもう、せっかちになって、ちょっとね、本末転倒、これはね、家をじっくり楽しもう。家でね、面白いことやろうってことなんですけど。それで、最後の、最後、エンディングがあるんですけど、ここ見て、C で1弦5フレットでやるとかっこいいなと思います。これはね、C アドナイスというコードだと思うんですけど、最後、ね、1弦の5フレットで終わる。これね。重なり合えそうだ。こんな感じですね。ラストラスト。はい。中ちゃん。はい。こんな感じでかっこいいバージョンやってみようと思います。キーポイントは、シンコペーションと、矢印のシンコペーションと8ビートのちゃんとコンビネーション。早くなんないようにじっくり。あとは、ね、そういうリズムに意識するんだけど、この歌詞の内容もね、やっぱうちで踊る、一人踊る、変わらぬことを弾ませろ。そんなイメージもね、やっぱちゃんと入れてくださいよ。それではかっこいいバージョン。星野源さんのうちで踊ろう、ガズレレレかっこいいバージョンやってみる !1,2,3,4! たまに重なり合うような僕ら扉閉じれば明日が生まれるなら、まあ、そこを一緒にうちで踊ろう、一人踊ろう、変わりゆくのを弾ませる、星野源さんのうちで踊ろうガズレレレをかっこいいバージョンやってました。8ビートとこのシンコペーションでガラッと感じがやっぱ変わりますよね。ウキウキ気分でね、うちでいてもね、俺楽しいぜっていう感じでできるといいと思うんですけど、さあいよいよ今日の最高に難しいバージョン、超かっこいいバージョンやってみようと思うんですけど、はい、ドン出たボサノバビートです。これはね、まあしかも、あ、そうだ、一個この超かっこいいバージョンではさらにもう一個コード展開させていきます。さっきかっこいいバージョンとシンプル簡単バージョンで出てきた F を全部 F メジャー7に変えます。F を F メジャー7に全部置き換えるよ。はい。ここが注目です。F メジャー7ってのはどういうコードか。ここに書いたんですけど、ほら。F からこれ F メジャー7変えちゃうよ。だからここで表記されてるこの F とか、これとか全部ね、F メジャー7に変えますからね。はい。これ見てみましょう。F メジャー7っていうのは押さえる場所。ここと、ここです。この、ここに。ここの丸がついてるでしょ。これポジションマークで、これ5フレット、7フレット、10フレット、5フレットの3弦の4弦のこんな感じですね。これが F メジャー7。はい。これね、いつも言ってるんですけど、一応お伝えしておくと、大文字の M はメジャーっていうふうにことにガズレレでしてます。小文字はマイナーよ。だからこれ G マイナー7だったでしょ。こっちは F メジャー7。はい。メジャーは大文字でっていうことで。はい。で、こうやって押さえるのがいいと思うんですけど、この人差し指が浮かんで、使ってない方がガズ的にはおすすめなんですよ。例えばね、この曲の一番最初はたまに重なり合うようなと F メジャー7から E7 なんですよ。そうするとここを押さえておいて E7 に行くとき、ここの距離がすごくあるわけ。だからこの人差し指が先行に行ってるからこうやって、ね、行きやすいんだけど、こっちやっちゃうとすごく大行になるから、ちょっとこの人差し指がこっちにあるっていうのがキーポイントで、スッとこっち側に移る。この5フレットのこの距離が結構ね、あの難解になって、これやってみたらわかるけど、F メジャー7も押さえるだけで急にね、難しくなるんですよ。それをやった上で、ボサノバビートだよ。こんな感じ。ワン、ツー、スリー、フォー。たまに重なり合うような。あ、これしかもカッティングってフレーズがあって、そうだ、これ、前半のところ難しいんですよ。最初こんな感じ。ワン、ツー、スリー、フォー。ダッ、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 こんな感じ。これ、つまり、シンコペーションマークでカッティングしてるから、ダッ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 、
これ難しいな。これなんかこう掴める？ワン、ツー、スリー、フォー。カッティングでやるとこうなる。タッタッツクトクタッツカッツタッツタッ。これちょっと難しいんだよ。ちょっとあのカッこのボサノバビートでやってみると、ちょっともう一回ゆっくりやね。ワン、ツー、スリー、フォー。タッツタッタッタッツツンダッツタッツタッツツツタン。これ最初のね、この出だしのところ結構難しい。歌いながらやってみると、ワン、ツー、スリー、フォー。たまに重なり合うような僕ら。C7 で伸ばす。ここポイントね。扉閉じれた明日が生まれるならあそこを一緒に。はい、難しいね。これはね難しいんで、ちょっといずれこんなのできるようになったらいいなっていうふうに今のうちは思っといて、あとでこのボサノバビートのリズムだけをちょっと練習してやってみるのがいいかな。なんで今日はデモ演奏っていう感じだと、これはねもうガズさんもちょっとね結構難しいんですよ。はい、でも一応ねちょっとねチャレンジしてみようと思います。それでは超かっこいいバージョン、うちで踊ろう、星野源さんのうちで踊ろう超かっこいいバージョン、チャレンジ企画やってみます。ワン、ツー、フォー。たまに重なり合うような僕ら、扉閉じれば明日が生まれるなら遊ぼう一緒に、うちで踊ろう、一人踊ろう、変わらぬことを始ませろよ、生きて踊ろう、僕らそれぞれボサノバビート炸裂のうちで踊ろう。まあこれ星野源さんご本人のやつはすごくそのボサノバっぽい感じの弾き方でね、ジャジーな感じでやってるんで、ちょっとそれを意識してみたんですけど、いやちょっと難しいね。でもまあこういうのも一個の面白みで、いろんなリズムでチャレンジして一個の曲いろいろ表現力をね増していくのもいいと思います。そういうことやってる時にうちに行って夢中になってたら、あもうこんな時間かって時間があっという間に経ちますから、やっぱり夢中になって楽しい時間を過ごしている時に免疫力がすごく上がると思いますからね。これおすすめです。星野源さんありがとう。みんなのために、僕らのためにも、あれ本当にありがとうございます。そしてこういうのでね、夢中になって音楽していきましょう。僕らには音楽がある。ありがとうございます。さあガズレレ最新情報です。今この使ってるガズのわがままウクレレ、これはベトナム製のオールハンドメイド、もう手作りで単板使ってすごくいい木材の音がいいウクレレなんですけど、これをね皆さん大好評でございました。ありがとうございます。事前予約注文受け付けているんですけど、一応ね売り切れになっているものもあるんですけど、まだ購入できるものもあります。とはいえこれまだまだどんどん追加されていきますんで、ウクレレに関すること、どんなウクレレなんだろうということを詳しく解説しているホームページ、ここにリンク貼っときますんで、ちょっと覗いてみてください。まだご注文できるものもありますんで、よろしくお願いいたします。あとね、新しい情報としてはこのガズのレシピ、ガズレシピというねアプリがあるんで、ちょっとややこしいんですけど、アプリで楽譜とかこういろいろレッスン動画とリンクしているのが見れるというのがあるんですけど、これですね無料バージョン、有料バージョンがあって、ぜひ皆さんのタブレットとかスマホに落としてほしいんですけど、なんかその iOS が変わってバージョンアップがあって見れないという方いるかもしれません。今調整してますので少々お待ちください。とりあえず皆さんのスマホには落としておいてください。でいつもご案内してますこのガズの、作ってるこのリュックサック、これねリュックサックなんですけど、ウクレレケースなんですよ。これコンサートサイズまで入ります。これも大好評いただいております。現在これ発売中、すぐお届け可能でございますので、これもぜひ、こんなことね、さっきのガズレシピとか、このリュックのこととか、あとはストラップ、このガズレレオリジナル小杉さん、私のハニーが作ってるハンドメイドストラップとか、これ、このね、私の両親が手作りしてる水引きだとか、T シャツとか、このキャップだとか、いろんなグッズとかもね、あります。そういうこと、すべて一応このガズレレホームページに、載っていますので、ぜひホームページ見に行ってください。リンクも貼っておきます。よろしくお願いします。あとこの2つの本、リットミュージックの本、黄色と緑の本、黄色は100キロ、
曲、緑を50曲、いっぱい曲が入ってるね、もうワイワイ歌えるね、超楽しい楽譜、ソングブックなんですけど、もう5万部に迫る勢いで皆さんありがとうございます。この本の特徴は、簡単楽しい楽ちん。これでいつきますね。今この第3弾を今作っております。夏前にリリース予定。皆さんお楽しみにしておいてください。ご活用ください。さあ、この時期だからこそ、お家でしっかりウクレレで音楽、心を整えて、気持ちも整えて、笑顔を出して、免疫力アップ、いきましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。さようなら。